長もシップ米からの観測結果、ポセッション島、1893年、出版ポセッション島、正式には、イルデラプライズでポセッションは南極のクローゼー諸島の一部を構成する島。150平方キロメートルの面積で、クローゼー諸島の中では、最大の島で唯一人が住んでいる。行政的には、フランス領南方、南極地域の一部、 海鳥の重要な映像地でもある。ポセッション島は、群島の東側のグループで、約20キロメートル西には、レスト島がある。深い氷河の谷に削られた、険しい山の崖の風景がある。沿岸部と谷の地域は、南極植生の、総本時期物で覆われている。島の東の端にある最大20人の、アルフレッドホーレ調査基地のスタッフの他には居住者はいない。 この島は、バードライフインターナショナルにより少なくとも26種の海鳥の繁殖地として、重要野鳥生息地とされている。比較的多数が繁殖している鳥として、王様ペンギン、北岩飛びペンギン、マカロニペンギン、ワタリアホウドリ、ススイロアホウドリ、ハイロアホウドリ、北オオフルマカモメ、中ヒロハシクジラ鳥、ケルゲレンミズナギド鳥、カオジロミズナギド鳥、 南グリり海ツバメがいる。その他の少数の鳥としては、オオフルマカモメ、ハエガシラーホウドリ、ケルゲレンアジサシ、クロゼットウ、カオグロサヤハシチドリ、イートンオオナガガモが住んでいる。より小さな鳥の巣はもっと低い場所でのラットの捕食を避けるため高地だけにある。移入されたヤギは全滅しているが、クマネズミは生存し続け野鳥の脅威となっている。 南極オットセイと阿南極オットセイは南ゾオアザラシと同様にこの島で繁殖している。80頭ほどのシャチの群れが周囲の水域に生息している。2種の植物と59種の節足動物は群島の固有種である。ありがとうございます。